2014年9月5日、ニュース番組である報道ステーションがいつものように放送されていた。メインキャスターは古田貞一郎で、いつも通りのニュースが流れていた。しかし、突然変なテロップが画面上部に表示されたのだ。こちらが実際の画像である。原発関連事故のニュースを今日も放送できませんでした。時間がなくなったからです。申し訳ありませんでした。ここで不思議に思うのが、テレビで表示するテロップとしてはあまりに文体が幼稚であり、不適切なのではないか、ということだ。放送できませんでした、の後に句点がなく、今日、もひらがなになってしまっている。これは小学生ですら間違わないだろう。また、わざわざテロップで原発関連のニュースが報道できなかった、と詫びる必要もないように。